本日はソグのマクビーツールを紹介します。もうこんな中二心を刺激されるようなツールです。意外とこれ使いやすそうだったので買ってみました。パッケージを見るとこれぐらいのツール、自分が使うのは線抜き、プライバー、少し気になるのがコードカッターとナイフシャープナー、カーバイト製のナイフシャープナーです。4分の1インチレンチがついているのでビットドライバーも回せると思います。ラインヤードホール付きで、スティールは 3CR 名門ソグで、本体がこれです。線抜きからやってみます。開けやすい、これだけ下に出てるので開けやすいです。線抜き機能は問題ありませんでした。次はプライバー機能。なぜかうちにはコインで回すこういうネジがたくさんあって、マイナスドライバーよく使います。普通に回せます。ヒンダラーのネジも回せます。プライバーもなかなか使いやすい。こういうのはよくあるプラスマイナスで、ここが4分の1ビット、こういうビットドライバーが合うはずです。あまりこの使い方はしないと思いますけど、一応4分の1ビットも使えます。で、次がコードカッター。洋服を買った時などについてるえのきをカットしてみます。あ、意外といけた。思ってたよりも簡単に切れました。もう一度やってみましょうか。今のもう一度いきます。ピンと合わせてえのきを、お、意外と使えます。コードカッター、線抜き使ってプライバー使ってコードカッター使ってシャープナーだと、もったいないのでビクトリーノックスを砥石で切れなくします。多分もうこんだけやればもう全然切れなくなりました。ナイフシャープナーで研いでみます。全然消えない。そんなもんだよな。お、多少は復活する。これを普通のシャープナーでやるとちょっとやっぱ荒いな。うん、シャープナーほどではないですけど、ちょっとだけならタッチアップ可能です。使える線抜き付き、使えるプライバー付き、使えるコードカッター付き、一応ビットレンチも回せて、そこそこ研げるナイフシャープナーも付いてます。なかなかよくできたキーツールです。うちいっぱいキーツールがあって、ちょっと適当に置いてみると、やっぱり一番よくできてるのは最近買ったガーバーのキーツール。これは、ね、やっぱりなかなかよくできてます。コードカッターはないものの、フック、キーホルダーにもなって、ビットドライバーも合わせて、立派なプライバー、マイナスドライバーもついてます。なかなかよくできてる。CRKT のビバも、少し大柄ですけど、これもフック付きで、線抜きもよくできてます。新しいやつの1個前のがこれ、同じカーバー、これもよくできてます。あと何だっけね、
アウトドアエレメントのファイヤービナー、栓抜き付き、コードカッター付き、火も起こせるっていうかストライカーも付いてる。でこれはもちろんフックになっているので、いろんなものをぶら下げられます。ファイヤービナー、カーショーのキーツール、これがちょっと微妙っていうか使えなくはないが使えることでもないみたいなキーツールです。でこの中でもよくできているのが今回紹介したソグと、この最近発売されたガーバーもよくできてます。ソグのキーツール、MacV ツールを紹介しました。なかなかよくできてます。